ドゥオモ広場にあるフィボナッチの像レオナルド・フィボナッチは中世で最も才能があったと評価されるイタリアの数学者である。本名はレオナルド・ダ・ピサという。フィボナッチはボナッチの息子を意味する愛称だが19世紀の数学史やリブリが誤って作った名前でもある。フィボナッチは近代では主に次のような業績で知られている。レオナルドは イタリアのピサで商人の子として生まれた。父親のグリエルモはイタリア語で単純という意味のバナキシオというニックネームを持っていた。母親のアレッサンドラはレオナルドが9歳の時に亡くなっていた。レオナルドはバナキシオの息子という意味のフィベノッチという送り名を送られた。グリエルモは貿易商人の職を求めてムワッヒド町のベジャヤに移住した。まだ少年だった。 レオナルドも父親を助けるために現地に赴き、そこでアラビア数字を学んだ。レオナルドはアラビア数字の体系がローマ数字よりも単純でより効率的なことに気づき、当時のアラブの数学者の下で学ぶため、エジプト、シリア、ギリシア等を旅行した。1200年頃には帰国し、32歳になった1202年に、彼は自身の学んだことをソロ版の書にまとめ、 ヨーロッパで出版した。レオナルドは、科学と数学を好んだ神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世に、気に入られ、しばしば宮殿に呼ばれた。1240年には、ピサ共和国から表彰され、給料が送られるようになった。死去した年ははっきりとは分かっていないが、1240年から1250年頃にかけて、ピサ市の近くにて亡くなったと考えられている。 19世紀にはピサにフィボナッチの像が完成した。今日でも世界遺産となっているピサのデモ広場の西ギャラリーで見ることができる。1202年に出版されたソロ版の書の中でフィボナッチはインドの方法としてアラビア数字を紹介した。この中では0から9の数字とクライドリキ数法が使われている。この本の中ではクライドリキ数法の利点を 公子乗算とエジプト式乗算を使い、大き単位の変換、利子の計算などへの応用を例にとって説明している。この本はヨーロッパの知識層へ広く受け入れられ、ヨーロッパ人の考え方そのものに大きな影響を及ぼした。この本の中ではまた、うさぎの出生率に関する数学的解放などの諸問題に対する回答も記している。 この回答で使用された数列が後に、フィボナッチ数列として知られるようになる数列である。この数列は、インドの数学者の間では6世紀頃から知られて、いたが、西洋に初めて紹介したのは、フィボナッチの書いたソロ版の書である。ソロ版の書は次の15章からなる。インドアラビア数字の読み方と書き方整数の、情報整数の下法整数の減法整数の、 情報整数と分数の情報分数と他の計算算、数法、商品の相場両替合資産、混合法問題解決過程法平方根と、立法ネキ科学と大数学、フィボナッチ数列では、3項目以降のそれぞれの数は、手前の2つの項の数の和になっている。そのため数列は、0、1、1、2、3、5、8、13、21、34。 55,89,144,233と続く。また、二つの連続する項の日を取ると、次第に黄金比に近づいてくる。ありがとうございます。